はい、皆さんが待ち望んでいるメールを読みたいと思いますけども、はい、水木さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます、畑野さん、佐藤さん、ゲストの染谷さん、こんばんベロベロ。こんばんベロベロ。畑野さん、佐藤さん、染谷さん、3名がご出演されている印象深いコンテンツは A3 ですね。うん、私の最推しが宇月千景さんなので、はい、畑野さんと染谷さんには大変お世話になっております。ストーリーが進むごとに成長していく姿、日に日に魅力が増していく千景さんがとっても大好きです。うん、千景さんを演じていく上で心がけていることなどはありますか？そしてゲーム内では春組第10回公演で主演、エーステでは内乱公演など今後の展開もとても楽しみにしていますっていうね、本当にたくさんのこういうね、期待のメールをいただきました。皆さんありがとうございます。ね、住宮君いかがですか？そうですね、僕自身はその満開ステージ A3 は、うん、あの2回だけ出させていただいて、スプリング2022と、はい、ウィンター2023出演させていただいて、うん、で、まあ、その初めて僕が携わらせていただいた時は、うん、こうもう見かけ密かに復習するために入って、はいはいはい、で最終的に満開カンパニーぶっ潰すってなって、うん、でも実は違った、はどうしたらいいんだ、でこう家族になっていくってストーリーだったんですよ。うんうんうん、そうだよね。でこれすごいお話が素敵だったので、だから心のこう闇をすごい育ててから挑んで、で台本がその闇を晴らしてくれるっていうストーリーだったんですよ。うん、でもこれ待ち終わるときまた闇つくんなきゃいけないんですよ。なるほど。それがすごい大変でした ね。そう、家族になってまたぶっ壊すところから始まるって、うん、これが結構三十何公演続いたので、いや情緒とんでもないですよね。大変でした ね。それが一番大変でした。すごい、それを短いスパンでやってるんだもんね。そうでしたね。なんか、うん、声優さんあるあるでさ、ゲームのものがアニメとかになるときにさ、はい、ゲームの一番最初のキャラクターとそのね、でそれが何年も経った後にアニメ化してまたその元に何年も経った後に戻すっていうのが結構ね、ありますね。キャラクターが育った後に戻すの大変だっていうのはあるけど、うん、舞台役者さんはそれを1日でやってるってことだもんね。まあ、確かにそうでしたね。すごいっすね。すごい。でもウィンター2023はもう家族になった後だったので、うん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 、なんか千景が、まあ、この満開カンパニーに入って家族になったら、うん、まあ、どれだけこう頼もしいのかっていうのを表現しようと思って、うん、なんでザフラ王国に行って、はいはいはい、結構シトロンを助けると兵士をバッタバッタするアクションとか頑張りました。すごい。またその設定がさ、はい、特殊ですよね。特殊でしたね。はい、うん、その本当にいろんなことができるスーパーマンみたいな、はい、パスポート偽造もできる、あのパスポート偽造もできるんですよなかなかの犯罪だから、なかなかすごいことですよね。でザクラ語も喋れるっていう、そうだって英語とかじゃん、ザクラ語、ザクラ語だから、ね、はい、もう喋れるとか、もうスーパーマンすぎて、はい、ね、まあ、よくあのチートって言いますけどもね、はい、うん、チート先輩なんて言われますけどね、なんかその、まあ、ゲームとかだとそれはその音声のみだから、うん、その、まあ、声を入れていくときには想像力で入れていくんですけど、はい、改めてその僕は、ね、あの一番最初の公演見させていただいたときに、本当にありがとうございます。動いている千景さんを見て、あ、なるほど、こういう風に動いていたんだなって、新たな一つの答えみたいなものを見させていただいたって感じで、本当に嬉しいです。感動したんですよ。畑野さんが配信見てくださったっていうのを本当皆さん、うんうん、たくさん言ってくださるんですよ。畑野さんが見てくれた、関係者の方、畑野さん見てくれた、畑野さん見てくれた、なんかだんだん俺は畑野さんと付き合ってるからそうはなんだよ。彼氏が配信見てくれたっていうのもう分かったからっていうぐらいデジタルと崩壊して、畑野さんって誰なんだみたいになっちゃいますよね付き合ってんかなと思うぐらいたくさんの方、でもそれぐらい多分関係者の方もすごく嬉しかったなと思います。も、ね、すごい僕も嬉しかったですし、本当なんかみんなで S3 に関わってるみんなでいろんなね、こうなんかどんどん進んでいってこう成熟していく、そういうなんかコンテンツを見ていて、まあ、感動する時もありますし、本当にね、はい、素晴らしいですよね。なんか素敵なコンテンツですよね。いやだからなんか本当にね、今日本当にこの距離で会えるのが嬉しいですね。こちらこそですよ。ちょうどだからそう、最初の公演の時はね、あのいろんな対策もあって僕配信で見させていただいたんで、はい、ご挨拶とかもできなかったから、うん、もう全然ありがとうございます。本当こういう形でね、こんな近くで畑野さんとお会いできて、いい話だな、話させていただけて、めこんな綺麗な話してるのみんなあのサイコパス対決みたいなの書かれてるなんてことだ、全然あの大丈夫だよ、サイコパスじゃないんだよ。いや
目から光を消すんじゃねえよすっと闇になりましたね今。